おかえり、カオル。わざわざ迎えまでよこして。俺に何のよ。私の後継者として人生をやり直す時だ。今さら親父面もないだろう。俺はあんたの手のひらで踊るつもりはないね。私に捨てられたことを恨んでいるのか。そんなことはこれから私がもたらす恩恵に比べればさまつなことだ。いちいち神経を逆なでする野郎だな。俺は政治家なんて興味はないんでね。今はな、死ぬまでだ。まあ若いうちはいろいろな経験も必要だ。好きにするといい。しかしどうせなら私の役に立ってもらいたい。どういう意味だ。政治に関わると何かと敵も多くなってね。降りかかる火の粉は払わねばならない。息子に汚れ仕事をやらせようってわけか。大した政治家様だよ。血は水よりも濃い。息子だから安心できる。オーケーオーケー。あんたは俺を利用する。俺はあんたを利用する。どうせなら裏社会に顔を売りたい。できるかいパパ。ぴったりの人間を紹介してやる。あなたがカオルさんですか。シャチでいい。こっちはマコだ。よろしくな。蛇の恵み、若頭の雨笠王賀と申します。お父様にはいろいろと大変お世話になっております。仁義は飽きらねえのかい。お控えなすってってやつですか。今時のヤクザはやりませんよ。名刺交換で終わりです。パパから聞いてると思うけど、裏社会で顔を売りたいということでしたね。話が早いね。それならいい仕事がありますよ。二人とも腕に自信はありますか。あるよ。逆にそれしかできねえよ。愚問でしたね。私が紹介するのは始末屋です。始末屋。金で恨みを晴らす復讐代行。あなた方がやるのは裏の始末屋。表裏どちらの依頼も入りますが、裏の仕事は暴行、叩き、殺人、死体処理まで何でもありです。どうです、楽しそうでしょう。オーケーオーケー。気に入ったよ。親父が紹介してきた蛇の恵み若頭の雨笠王が経済ヤクザと政治家、ハンバーガーにポテトみたいなもんか。ハッピーなセットだな。雨笠はどうやら組員以外の駒が欲しいらしい。俺たちは雨笠の勧めに乗って始末屋を始めた。復讐代行、俺とマッコーにはぴったりの仕事だった。雨笠はヤクザの割にセンスがいい。数年仕事をこなすうちに俺たちの名前は裏社会で有名になった。いい感じに名前が売れてきた。兄貴、鮫島が知ったらどう思うかな。弟の活躍を喜んでくれるかな。始末屋の依頼は SNS に貼ったリンクからホームページに飛ばしてメールフォームに入力。その時にテレグラムや LINE の ID があれば、以降はそれで連絡を取る。料金は先払い。内容によって30万程度から100万以上までいろいろだ。リスクの低い金の回収やハニートラップはだいたい30万から50万が相場。100万以上の高リスクになると暴行、脅迫、犯罪行為、他はまあ想像に任せるよ。依頼は多い。世の中には復讐したいやつがたくさんいるんだよ。始末屋の復讐代行には4つの掟がある。1つ、隠密に、ターゲットに気づかれることなく復讐を計画し遂行する。2つ、正確に、ターゲットを事前調査し正確に情報を把握する。3つ、確実に、依頼者の望む復讐プランを確実に実行。4つ、安全に、依頼者の秘密安全を守ること。ただしこれは時と場合によるけどな。マッコ、依頼が入ったぜ。ノー。上司を退職に追い込んでほしいって依頼だ。依頼その1、会社の上司を辞めさせたい。相手は山川勤40歳。会社、住所、電話番号、家族構成は依頼者からリーク済み。じゃあ尾行か。そうだな。1週間尾行して行動パターンを調べるぞ。復讐代行には依頼者からの情報提供が重要。特に調査に必要な情報は必須とも言える。情報をもとにターゲットを事前調査する。通勤ルート、帰宅時間、趣味趣向、SNS のアカウント。例えば金に汚いやつには金を使ったトラップを仕掛ける。不正をしていればそれをネタに脅す。
なければ作る。清廉潔白な人間なんてそうはいない。誰でも叩けば埃の一つ二つは出てくるもんさ。依頼者の情報通り、週末は外で飲んでから帰るようだな。あの、財布を出しましたよ。ほんとだ。すみません、ありがとうございます。かわいい子だな。財布なくしてたら困るとこでした。お礼したいので、よかったらライン交換しませんか。あ、はい、ラッキー。仕込みは上々。これ今回の報酬、ありがとね。シャチ君、私と遊んでよ。オッケーオッケー、また今度ね。いつもまた今度なんだから。タカ君、これはなんだね。え、この写真は君が女性とホテルに入るところだろう。なぜこんなものが。お宅の社員が未成年と淫行している証拠だと送られてきたんだ。この女性の制服姿の写真と LINE のやり取りもね。誰がこんなものを。週刊誌の記者だと言っていた。未成年と知っててホテルに行ったのか。いや、あの、知りません。君ね、年齢も知らない女性とホテルに入るのか。いや、その山川君、しばらく謹慎してもらうよ。山川さん、未成年と。へえ、気持ち悪い。あいつ終わったな。営業に支障が出たらどうしてくれんだよ。ふざけんな。なんで、なんでこんなことに。ハニートラップは復讐代行の常套手段。他にも反社と関わるように仕向け、そのネタを拡散するなど、社会的信用を落とす方法はたくさんある。山川は自主退職しました。本当にありがとうございました。満足してもらえたようでよかったよ。依頼その2、これお願いしますよ。食肉加工場。はい。マッコ、足の方持ってよ。ないよ。のなんだよ、まだ生きてんじゃん。処理が浅かったようで、すみませんね。料金、上乗せで頼みますよ。はぁ、あ、手っ取りはよくさすか。いや、漏れたら誰が掃除すんだよ。さて、バラしてミンチにするか。今日はハンバーグ食おうと思ってたのにな。さすがに空気がうせたわ。2回引いて凍らせる。冷凍ハンバーグにするぞ。だからハンバーグ言うな。こいつを海に撒いたら魚が喜ぶな。餌にして釣りでもやるか。バカ、釣った魚が食えなくなるぜ。依頼その3、ホストに騙され貢がされた。復讐は激しくやってほしい。調べたところ、相手のホストは暴力事件を起こすような半グレまがいの人間。今回は簡単に正面からだ。騙されたね。好きで貢いだんじゃねえのか。ま、俺たちには関係ない。それが逆恨みだとしてもな。おい、腐れホスト。なんだ、喧嘩売ってんのか。遊んでくれよ。お前さ、ホストは弱いと思ってるだろう。俺は総合やって体も鍛えてんだよ。泣かすぞボケが。オーケーオーケー、やってみな。くそ、なんだこいつ、全然当たんねえ。遅いな。せん、こんなもんか。あくびが出るぜ。オーケーオーケー、今度は俺のターン。デトロイトスタイル、俺が得意とするボクシングの構えだ。振り子のように揺らす左腕が特徴の攻撃的な構え。その反面、防御は脆い。下げた左腕の分、ガードが半分になるからだ。しかし、そんなもの俺にとっては問題じゃないってことを教えてやるぜ。出ろー、ワンパン KO だ。顔を狙った大振りのテレフォンパンチ、こんなもん当たるわけねえだろ。くそ、くそ、避けんな、この。何発撃っても無駄無駄。デトロイトスタイルの弱点克服は単純、当たらなければいいだ。スウェー、ダッキング、ウェービング。俺はデトロイトスタイルを使うと決めた時、攻撃をかわすディフェンスの技術を磨いた。もともと動体視力と反射神経には自信があった。さっ、やれやれ、バレバレの冗談蹴りか。何、先読みで避けやがった。予備動作から攻撃を読んで避ける攻撃予知。
俺の動体視力と反射神経があればこんな芸当も可能だ。今度は俺のターンだ。前段命中。早い、パンチが見えねえ。揺れる左腕から放つジャブは無知のようにしなり、軌道が読みづらい。今4発殴られたのか。5発だよノロマ。練習相手にもならない雑魚。サンドバッグにしてやるよ。どうした、まだ終わってねえぞ。分かった、負けたよ。俺が悪かった、もう勘弁してくれよ。はあ、これからが本番だぜ。悪魔が笑う時間だ。恨むなら恨みを買った自分を恨め。自慢のその面壊してやるよ。やべ、もうやめて。これだけやりゃ十分だろう。ずいぶん男前になったな。よし、記念写真撮るか。はい、チーズ。あの顔じゃもうホストは無理ですね。心がすっきりしました。心がすっきりか、そりゃよかった。俺もそろそろすっきりしてえな。サメの字か、ムチの飯てえのは山々だが、三毛があっちについたとなると厄介だぞ。あのメス猫は確かにめんどくさいかもな。こっちも頭数を増やすか。あてはあんのかい。まあなくもないって感じかな。さてどうやったら一番苦しめられるかな。やっぱ射程か。耳、指、足、少しずつバラして送りつけるのはどうかな。いや、実の弟を見捨てるクズが射程の1匹や2匹気にするか。どうせ都合のいいように使うための捨て駒だろう。俺はあんたが這いつくばってる姿が見たいんだよ。追い込んで追い込んでズタズタに引き裂いてやる。武者ち、起きろ、逆だぞ。こんな朝っぱらから誰だよ。ヘビ野郎だ。どっちのヘビだよ。顔がマシな方。おはようございます。こんな早くにどうしたの。犬の散歩がてら近くまで来たのでね。天笠さん、犬飼ってたんだ。ええ、こう見えて愛犬家なんですよ。へえ、意外だね。まあ上がってよ、散らかってるけど。ではお邪魔します。コーヒーは？お構いなく。すみませんね、騒がしくて。構わないよ、目覚ましにちょうどいい。ところで何か話があるんでしょ。今後の身の振り方をお話ししようと思いましてね。シャルは燃え、サメ島から5000万奪う計画は失敗。マムシは私に責任を押し付け波紋を迫っている。このままだと邪道界は蛇の目を離脱することになるでしょう。さてここからが本題です。そうなった時あなたはどちらにつきますか。俺らは天笠さんにつくよ。マムシの変態拷問野郎には付き合いきれない。それを聞いて安心しました。マムシに不満を持つ者は本家を含めオロチ組傘下の中にも相当数います。ことを構える時にはお願いしますよ。オーケーオーケー、任せてよ。どうでした。やはり麻薬探知犬が反応しました。シャッをパクったのはシャチとマッコウで間違いないかと。獅子心中の虫でしたか。ただ餌に隠しているわけではなさそうです。天笠、お前の波紋は保留です。100キロのシャッ取り返しなさい。はい、必ずさらって拷問にかけますか。いや、デカブツは殺しても構いませんが、金子の息子を殺すと面倒なことになります。シャッのありかが分かるまでしばらく泳がせましょう。やつらは蛇に巻かれたネズミ同然、逃げ場はありません。分かりました。せっかくうるさい虫ども同士で潰し合ってくれるんです。ここは高みの見物と行きましょうか。チャンネル登録はもうしてくれた？よかったら
他の動画も見てみてね。動画の感想もコメント欄で待ってる。